肘方武氏官営15年6月28日は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての大名。伊勢小物藩の初代藩主。文禄三年、豊臣秀吉に仕えて、伊勢国内に三千国を与えられ、豊臣秀頼の近親となった。慶長元年には一万国の大名となった。しかし慶長四年、秀吉没後の派を狙う徳川家康とその軍師。 本田正信が作した幻の家康暗殺事件に、父が容疑者にされると、長男の勇士も連座で罪に問われ、父と共に、日立国の佐竹義信預かりのみとされた。慶長五年、関ヶ原の戦い直前に、家康から罪を許されて、その後は徳川家の家臣となる。同年、大見国内に二千国を加造され、一万二千国で小物藩を立藩した。 慶長19年からの大阪の陣では、徳川方に組みし、先人として武功を挙げた。官営12年3月に隠居して、長男のオス高に家督を譲った。官営15年6月28日、56歳で死去した。父、勝久も勇士とは別に、越中犬の師範を立範していたが、勇士が諸子だったため父の所領は、弟で着手の肘方武士へが継いだ。 方法は、県、王倉庫検証員。墓所は、京都の幸運院。ありがとうございます。